はい、いっちゃんねんのいっちゃんです。今日はですね、あるね、ちょっと面白い商品の方ですね。いつもはちょっと、まあ、面白い商品っていうかね。いやー、ちょっとね、斜めっちゃうんだよね。少し調整しましょうか。これぐらいですかね。こんなもんですかね。はい、元に戻ったでしょうか。はい、ということでですね、今日の、紹介する商品はですね、こちらでございます。はい、こちら、フリカケックス、フリカキックスでございます。このね、フリカキックス、どういうやつなのかって言いますとですね、じゃあカメダのね、柿の種ありますよね。その柿の種の、ものをですね、ふりかけにするという、まあそういうやつですね。こういうやつが、今、発売されているということで、まあツイッターでもね、なんかね、若干バズったのかな、若干なのかわかんないんですけど、ちょっと気になって、買ってみました。で、このふりかキックスなんですけど、どうやって使うかっていうとですね、まあこのような感じですね、ゴリゴリと、多分ね、潰しながら行くふりかけなんだと思います。おそらくですよ。はい。で、一応ですね、すげえ棒ってなんだよ、棒読みやめなさい、棒読み。これね、一応ですね、美味しく、柿の種とピーナッツを一番美味しく感じる粗さで削れる、刃をですね、開発したそうです。なので、まあ、ちょうどいい感じのパラパラ感でっていうところですね。だから皆さん、なんか、おそらく今思ったんですけど、手でこうやってやっちゃえばいいじゃんみたいな、いうやつ、いただろう。思っただろう、そうやって。違うんです。カメラさんはですね、私、知り合いじゃないですけど、カメラさんは、そのサイズ感がね、まず重要だっていうところに、気づいたみたいです。ですので今回ですね、買ってきました。開けてたね、つまみ食いしたちだよ。そういえばつまみ食いしてた。ちょっと一袋ないんですけど、はい、こちらですね、柿の種。はい、この柿の種をですね、今回使って、食べたいと思います。いやね、そこだよね。気になるでしょ、それ。だから、買っちゃいました。なので、ちょっとね、一回、このフリカキックスってやつをね、どんな味なのかね、僕がね、食レポをね、して、まあ、みんなに美味しいと必ず言います。はい。はい、じゃあ、早速、開けてみましょう。まあ、こんな感じですね。意外とまあ小さいサイズではあるので、まあ量に限りはあると思うんですが、まあおそらく一袋分入れちゃっていいと思うんですけど、ちょっと一回ね、説明書、見てみましょう。なんかね、レシピブックが入ってるみたいですね。まあ、ご飯と一緒にね、柿の種食ってもいいんですけど、いや、粗さが違うから。粗さを調整してくれるから、ちょっとクレームしないでください。ちょっとやめてください、それも。営業妨害ですからね。営業妨害だから。はい、じゃあ行きましょう。ですね、まず取扱説明書の方ですね。まあ、私ちょっと初めて見ますので、まず各部の名称ですね、いつも通りお伝えしていきたいなと思います。まずですね、これ、蓋ですね。これが蓋になりますね。はい、これが蓋でございます。こっちか。これがね、分解するみたいなんでね。大丈夫？分解しないの、これ。蓋って書いてある。あ、こうだ。あ、これですね。これが、蓋になってますね。で、こっちがハンドルですね。ハンドル。要は、こうやって回すやつだと思うんですけど。いやいや、あかんやつじゃないって。大丈夫やって。選んだから俺。で、これが柿の種カップ
ですね。まあここに下の方にね歯がついてるみたいなんですね、こういうやつ、うん、こういうね、銀色の歯が、ついております。で、ここでまあスリスリすると、柿の種がね程よい、大きさで、食べられるというところですね。で、まあこれですね。であとはまあこれは外カバーと、でここに、削り受けカップというところで、まあ、ここに削ったものが下にこう落ちるという仕組みになっております。はい、以上ですね、この仕組みの、ご説明でした。はい、じゃあまずですね、ちょっと説明書ね、見ていきましょう。で一応ですね、どこだ、はい、まずは、ご使用前に必ず洗浄し十分乾燥させてください。で、本体からハンドルを取り外すというところで、まあこちらですね、このハンドルを取り外すということで、朗読ですで洗わなくちゃいけないんで、ちょっと洗っときますね。ご用意した、で一応洗っときますので、ご用意したです、こちらの、柿の種もね、ちょっと消毒をしていきましょうか。よし、はいはいはい、こんな感じでね、消毒をしていきます。よし、はい、完了。はい、じゃあそしたらですね、こちらちょっと、元に戻してですね、よいしょ、はい。で、まずですね、このハンドルの部分、これをね、外していきます。こんな感じ で外していって、まあちょっとここの部分に柿の種をですね入れるということですね。久々にさ、柿の種って食べるよ、まあ、さっき食べちゃったんだけどね。こちらをザラッと入れていきましょう。はい、こんな感じですね。はい、で、あ、ちょっと待ってくださいね、相場がちょっとね、今ね忙しいんですよ、これ相場が。うん、息苦しい、どういうことですか。じゃあそれコロナじゃないですか。はい、で入れたらですね、このカップをですね、種のところにこう、まあ、ちょっとこれ切れ目があるんですね。この切れ目とここの切れ目の部分をこう合わせてくださいということです。まあ、こんな感じですね。で、その差し込んで、まあ、ポイントですね、これ差し込む際はハンドルの、スリットっていう、ここの部分ですね、このスリット。うん、このスリットと柿の手のカップに沿うようにこう入れないと、まあ、ちゃんと回転することはできませんので、これちょっと気をつけてくださいね。で、その後ですね、ハンドルをですね、時計回りに回転させると、下の削り受けカップにですね、削った柿の種が落ちてくるそうです。はい、なんでちょっと早速ですね、行ってみましょう。こんな感じでいいですね、説明は。はい、以上でございます。はい、これはね、あの柿の種のなんかレシピブックですね、レシピブックが入っております。こんな感じで、まあどういう風なレシピがあるのかな。でも柿の種のレシピってさ、もうふりかけくらいしかないんじゃないかな、これ。あー、なるほどね、はいはいはい、これね、柿の種のそのコラボですね。要は梅とかわさびとかあるじゃないですか。で、いろんな味で試せるよっていうことらしいです。あ、今度これ企画でやってみますか。ちょっとどの柿の種のふりかけが美味しいかどうか。ね、これちょっと種類がね、おそらく5種類ぐらいあるのかな ?6 種類か。6種類ぐらいあるそうなんで、ちょっと食べ比べ次回ちょっとしてみましょうか。はい。まあ、今日はね、今回ちょっとやらない方向で行くんですけど、じゃあ早速ですね、かけ方の方、時計回り行きたいと思います。じゃあ行きます。はい。
あー、はいはいはい。まあでもこれ結構ね、原始的。ええ。わさび、ちょっとわさびの方がいいかな。よかったかな。あー、でもね、これ回しやすいわ。うん。こう、子供でも楽しく、こう、ゴリゴリできるっていう感じですかね。うん。意外と切れる、これ。しかも、こんな感じで、ちょっと若干、ですね、粗めっていうんですかね、こういうのね。若干粗めな感じですね。もうちょっとなんかすごい細かい感じなのかなと、個人的には思ったんですけど、意外とね、粗めのね、感じでございますね。一応ね、一袋分今回、入れていきたいと思いますので、通常だと、通常量がちょっと書いてないんだよな。多分レシピあったから、一袋とかじゃないよね、きっと。うん。あ、お疲れ様です。ありがとうございます。これをこういう感じでね、こうやってやって。だんだんとね、やってるうちに疲れるぞ、これ。うん。こういう感じで。疲れてきた。疲れてくるな、これな。高速で噛み砕いてる音がする。確かにね。さあ、じゃあこんな感じで、あ、まだかな。結構時間かかるね。あれ、これ体力いるやつですね。まあ、ちょっとクレームじゃないんですよ。クレームじゃないんですけど、まあ、はい。じゃあね、できたかな。ちょっと見てみましょう。おお、こんな感じで。はい。いい感じですね、これね。はい、こんな感じで。で、うまくできました。で、できたご飯は、こちらにございます。早速ですね、ちょっとふりかけの方ですね。そうそう、ピーナッツをね、砕けんのよ。そうなんですよ。すごいよね。で、このさ、これが刃物なんで、ちょっとね、あんまり見えないよね、これね。で、そしたらですね、早速ですけど、こちらのふりかけの方ですね。ちょっとこれ汚いから、こういうの気になっちゃうんですよ、私。はい。じゃあ、ふりかけをちょっと入れていきましょう。うん。あれ、ちょっとさ、これさ、これちょっと、多いぞ、これ。量が皆さんやっぱ1個はダメかもしんない。ちょっと調整しながらいってもいいね。もう明らかに余ってるよ、これ。何杯分だこれ、ご飯。これどうしようかな。ちょっと後でね、スタッフで美味しく食べたいと思いますね。スタッフ1人しかないですけど。はい、じゃあ早速ですね、こちらのふりかけご飯、こんな感じですね。こんな感じ。ちょっとニコ生さんの方で、見せますね。はい、こんな感じですね。はい。で、これが、YouTube さん。はい、こちらでございます。まあね、比較的ちょっとね、粗いよね。で、まあ、ご飯の粒と同じような大きさぐらいかな。じゃあ、早速ですね、ちょっといただいていきたいと思います。それではですね、いただいてみます。いただきます。これ柿の種なんだよ。これいいですね。このふりかけです。あー、はい。はいはい。ちょっと待ってくださいね。これ思った以上に量入れてもいいかもしれない。あのね、細かくすると味が結構薄いのよ。うん。だからちょっと多めに入れちゃっても、いいのかも、確かに。ちょっと多めに入れてみよう。なんか、やっぱね、こう、混ぜる分、おせんべいの部分が露出するじゃないですか。こういう感じで、なんて言うんだろうな。柿の種の表面と、中のおせんべいの白い部分あるじゃん。これ、砕くことによって白い部分が多いから、ちょっと味が薄くなる傾向があるから、ちょっと多めに、かけた方がいいかもしれないですね、これ。あー、うわー、これ
掃除大変なやつじゃん、これ。皆さん気をつけてください、もうこれ。ちょっとご飯がね、時間経ちすぎちゃって、硬くなっちゃって。硬くなっちゃってる、これちょっと。こんなはずではなかったんですけど、めっちゃ固まってる。ちょっと炊きたての方が良かったよね。ちょっとでも10分ぐらいなんですよね。いただきます。お！うん。これはこれいっぱい入れた方がいいわ。一口はいいかもしんない。チンね、チンしないとこれね。チンすれば？うん。これチンした、チンします？いや、俺冷やご飯が結構好きなんですよ。あ、分かって、なんでこれ硬いか。これおこげモードで炊飯器。かまどさんっていうね、私は商品紹介してるね、かまどさんってやつがあるんですよ。で、その、かまどさんのおこげモードで作ったから、おこげがついてるから硬いんだ。だからだ。だからずいぶん硬いなって思ったんですよね、これ。そのおこげがすげえついて、ひっついちゃってるから。まあいいか。あー。うんうん。6万のやつ、お高いの。6万のやつですね。ああ、でも、これ子供が好きそうだよ。なんかね、柿の種の味は、柿の種感は正直だよ。あんまないかもしんない。なんだろう、この味。でも美味しいよ。これはうまいわ。うん。だんだんと、これはまってくる。その、醤油かけたら美味しいのかね。ちょっと醤油持ってくる、これ。あー、ちょっとうまいぞ、これ。あれ、意外だな。しかもこれ安いしね、この柿の種。あれちょっと新たなふりかけ見つけちゃったこれ。これめっちゃうまいこれ。え、全然柿の種感は、まあ、ちょこっとあるよね。かつお節？ピーナッツの味が強いんじゃないの？ピーナッツのね、味が強いのかな。ピーナッツの油、がうまいのかな、これ。なんだろう。これ今まで食べたことない味かもしんない。これちょっと買ってみないとわかんないわ。買ってみないと。うん、皆さん買って買ってみないと。これうん、わかんないね、これ。醤油かけてみようか。じゃあ醤油、まあ、醤油も、すごい散らばってる。醤油持っていきますね、じゃあ。醤油持ってきたんで、醤油をね、ちょっと食べてみようかな。醤油でね、ちょこっとだけね、こうかけて。キャンプで使ったやつね。そう、キャンプで使ったやつ。あ、これはね、別家にあるやつなんですよね。はい、じゃあいただきましょう。ああ、
そうだね、ちょっと次回それやってみます。うん、あー、これはね、ありだな。なんか嘘かと思うけど、これ意外とありだぞ。ちょっと鰹節ちょっといってみようか。あ、これ結構気に入ってるかもしんない。これいいかも。うん、意外とうまいぞこれ。意外とって言っちゃいけないけど、じゃあカツオくん行くよー、カツオー。はい、ということでこれを入れて失礼いたしました。そしたらですね、こちら、カツオを入れますね。あ、カツオくんかけるよすいません、失礼いたしました失礼いたしました。じゃあ、早速ね、ちょっといただきたいと思います。空回り、うん、追いわらわら、うん、あー、カツオはね、味濃すぎるね、これカツオはちょっとね、味強いね。醤油とカツオ入れちゃうと、しょっぱさが強すぎちゃって、行くならやっぱり醤油の方がいいかもしれないね。もう読み遅いな。でも遅い？あ、でもこれはいいかもしれない。ちょっと更新しとこうか。まあ、これはね、悪くないですね。さ、醤油かけてもいいし、醤油かけなくてもいいとは思います。まあ、どちらでもね、美味しいと思う。ただ、すっごいしょっぱいから、おすすめっちゃいるね、これ。つまり、これお酒のおつまみ、お酒飲んでる間にこのご飯とかは合うかもしれない。なんか、まあ、これ、もともと確かにこれおつまみだから、ビールに合うのかもしれないですね、これは。はい、ということで、いかがでしたでしょうか、こちらのフリカキックス。まあ、これね、個人的にはね、本当、すごい、好きなやつですね。まあ、携帯がすごいな、これ。個人では好きなやつですね、これ。どっちかというと、なんだろうな、お餅にまぶしてもうまいんじゃね。お餅、あ、お餅とかもありかもしんないね。米自体に合うからね、これね。お餅も入れてもいいと思う。確かに。で、やっぱそのね、柿の種の大きさ、これピーナッツってすごい硬いじゃないですか。で、ピーナッツ自体をこう細かくするっていうことって結構難しいと思うんですよね。でも、もうね、このピーナッツ見てもらうと分かるんですけど、もう本当にいいサイズで、細かくされてるんで、かなりね、食べやすいですね。おちょっとこれ消します。すごいバシバシなってる、バシバシなってる俺。あ、パンとかにも入れてもいいのかな、もしかしたら。それは言えてるかもね。パンにも合うかもしれない。下手したら。あ、でもパンに合うかもね。ちょっとパンやってみる、今度ね。そしたら。いや、でもこれ意外な発見ですよ、すごい。ただ、結構、なんだろう。ボロボロするんで、子供に食べさせるんだったら、まあ、ちょっと気をつけた方がいいですね。もう私みたいにこんな感じ。こんな感じになっちゃうんですね、これね。まあ、後でちょっと甲子園のような感じで。ちょっと片付けなくちゃいけないんで。
これちょっとね、これが難点ですね。あの子供は絶対こぼすからね、まあ大人でもこぼしてるから、うん、ここはちょっとね、気をつけた方がいいと思います。はい。まあ個人的にはね、これね、買って良かったか悪かったって言ったら良かったと思います、これ、うん、値段はね、ちょっとね、いくらだったかな、ちょっと下の URL の方で、紹介の方をさせていただきますので、うん、あ、フライの衣、あ、衣系いけんのかな、ちょっとあの大変そうだけどね、この片付けがね、うん、まあ、お手入れ方法もちょっとね、うん、大変そうではあるかもしれないですよね。こういう筒とかをいっぱい洗わなくちゃいけないから、まあ、そういう洗い物系ではちょっとあんまりっていう感じになるかもしれないですけど、まあ、それ以外で考えたりするとそこまででもないかなと、思いますね。うん、なんで、うん、どっちかというと、まあ、これは、まあ、子供で楽しんで、まあ、大人と一緒にね、こうご飯食べる時にはいいのかもしれません。まあ、一人でやるのは、まあ、ちょっとどうだろうな、なんかこうやって一人でずっとやってっていうのも、まあありっちゃありかもしれないですけどね。ただ即席でご飯はふりかけにできるから、それはいいですよね。だっておつまみで柿の種食べれて、で飽きたらふりかけにするっていうパターンもできますし、まあ、これはねいいと思いますよね。うん、あとピーナッツだけをこう細かく潰して、まあ、例えばケーキとかにねこう乗せたりとか、そういうのでまあありですよね。どっちかというと、まあ、いろんな用途ではもしかしたら調理器具として使える可能性もあったりしますんで、まあ、ぜひともですね、こちら購入してみてはいかがでしょうか。はい、ということですね、今回、こちらですね、フリカキックス紹介させていただきました。このフリカキックスですね、もう絶対買わないという方はですね、チャンネル登録よろしくお願いします。もう絶対買うっていう方はですね、チャンネル登録ですね、よろしくお願いいたします。で、唯一じゃないわ、ということでですね、全員がチャンネル登録しなくちゃいけないということになりますので、ぜひともボタンを押してください。HG ポイントですね、 HG ポイントですか、まあ、HG ポイントは81ポイントですね。はい、個人的には使いますね。いや、ちょっと待って、ポイントつけちゃうと今後ポイントつけることになっちゃうからちょっとダメだよ、ちょっとそういうのは、うん、ポイントつけたらあの争いが起こるから、争いがなんでちょっとポイントなしでいきましょう。ちょっとでもこれね、美味しいと思う、本当に、うん、買ってみてもいいと思いますよ、これは。で、次回はですね、ちょっとこれをでもポテトチップスバージョンでやってみたいなと思ってます。ポテトチップスをこの中に入れてガリガリやって、海苔塩でご飯の中に入れる、これね結構ね美味しいんですよ。あのね、おにぎりに昔小学校の頃ですね、海苔塩にこう海苔塩を砕いてですね、ご飯を入れてね、こう食べてたんですよ、俺。ちょっと変態かもしれないんですけど、まあそれがですね、ようやく大人になってちゃんとした製品化されて、まあ、こういう製品じゃないですけど、まあ、そういうことができる器具がね、できてるってことはですね、非常にありがたいことですね。だからちょっとこちらの方ね、次回はポテトチップスバージョンでね、やらせていただきたいと思います。はい、でこのね動画がですね、面白かった方はですね、グッドボタンですね、よろしくお願いいたします。絶対に柿の種ね、こぼすだろうと思った方、グッドボタンですね、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、次の動画でですねお会いしましょう。お疲れ様でした、ありがとうございます。